完全決着戦シングルマッチ時間無制限一本勝負赤コーナー豊田真奈美選手にインタビューします。豊田さん、山田との対決4度目の正直ということでルールが、時間無制限一本勝負なんですけども、その点どうですか？そうですね、もうずっと戦ってきて、はい、決着40分戦っても決着がつかなかったんで、はい、もう今日も長くなるかもしれないんですけど、はい、まあ、今日はとにかく必ず決着をつけます。山田選手もですね、かなりやっぱりライバル心が多いと思うんですけども、豊田選手今日もやっぱ空中サポートスープレックスでいくんでしょうか？はい、いっぱい出します。期待してます。コンディションどうですか？バッチリで頑張ってください。最後にですね、意気込みを見せてください。お願いします。続いて青コーナー、山田敏夫選手にインタビューします。山田さん、名イベントでトヨタとの対決過去3度引き分けてます。4度目の正直なるか。このルールが時間無制限一本勝負なんですけども。そうですね、時間制限がないってことで思う存分やりたいと思います。今日も激しい戦い、あれ空中戦、そしてグラウンドを立ってよし寝てよしのトヨタですけども、気をつける点どこですか？そうですね、やっぱりキックとスープレックスですね。決め技のいろんなのありますよね。ああいうの気をつけたいと思います。そうですか、はい、自信のほどは？いや、もう4度目の正直で必ず勝ちます。頑張ってください。それではですね、意気込みを見せてください。お願いします。テレビでは獅子川さん、はい、またしてもって感じですね。これはこの2人の対決は、いやー、ついに決着つくんですかね、今日。どうなんでしょうね、ファイナルって言ってる以上はね、ファイナルでしょうね。山田選手、今日は短いのだけど、この方がレスラーっぽくていいですね。このポジションも覚えてます？正月のやりました、トヨタ戦、それ以来ですね、はい、いやー、山田ですけど、だってレスリングカースト、山田使ったレギュラーのレスリングカースティブとね、インスペラー、ニンジャー、ハッ kind of a fresh image today。 トヨタ真奈美、トヨタ is kind of flashy too。 あ、トヨタも新しいっていうか、ちょっと違う水着ですね。今ドットズームきましたね、あまりにも華麗というか。 Wow, this is special match for both of them。どっちの方が声援多いんでしょうね。さあどうですかね、まあ、まあ、男性ファンはトヨタかな、トヨタで、メールファンを go for トヨタ of course and wrestling fans will go Yamada no maybe I think wrestling fans will be kind of split because Toyota's got you know spectacular moves, yeah, great moves, great technique, yeah, they both have their own style and they're bothGreat at what they do. Different style though. Yeah. やっぱりいきなり仕掛けましたね。Oh, right away? 一発目からクレードルですか。ね。Round and round they go. 回転がすごい。これ止まんないんじゃないですか、ちょっと。すごい回転ですよ。Referee doesn't know where to go. レフリーが戸惑ってるって。I got dizzy just watching. Yeah. It's more of a pinning maneuver than a damaging maneuver, isn't it? Going around in circles, it affects your equilibrium, so you don't know where you are when you land.あれね、今のローリングクレードルは、はい、ピンを取りに行く技ですよね、ピンを取りに行く技なんですけども、回転数が増えるとあれダメージ技にもなるっていうんですね。方向感覚を失うとか、そういうことらしいです。そうでしょうね、どっちかというとあれはフォール取りに行く技ですね、本当は、だけど回すことによってと、ダメージ技にもなると。まあ、とにかくもうマラソンマッチというか、長い展開が予想されるんですけど、どうでしょうね、斉藤さん、どうですか、ズバリ勝負は。まあ、打撃技中心の試合になったらやっぱり山田に分があるかもしれないし、はい、山田がトヨタのテクニックに付き合うような技をやっちゃうと、それはトヨタにはかなわないでしょうね、当たり前の話ですけど。
What's your projection? I don't know how it's going to end up, really. Definitely not going to end up. Yeah, Davey Senja. Yeah, who's going to win? Hey. Well, with these two again, they were partners before too. So またパートナーだしね、はい、さっきのアジャバイソンじゃないですけれども、はい、お互いをあまりにも知りすぎてる。そうですね。パッと一歩出たらこの技が来るんじゃないかと分かっちゃうんじゃないかと思うんですよね。分かっちゃえば当然ブロックしてくるし、おお、How's Yamada's kick? You know, strong. You're strong, fast. Yeah, they're real quick, and they hit like when they hit you, it has like a real stinging factor to it. なんかビリッビリッとくるそうです。あのキックが。キックが、ええ。レスリングコスチュームの方がいいですね。僕なんですよ。グレートムタもいいですけど、ええ、これも爽やかですね。山田ですか。そうですね。ああ。I think with this costume, she's more likable than the Great Muta thing. She has a what, like three different images? Yeah. Mm. Yeah. She comes out in the Muta outfit. Then she has what she's wearing now. Then she has the long tights like a Hotta. Right.山田選手は3つのイメージちゃんと使い分けてるっていうんですね。こういうようなコスチュームで来る場合と、堀田選手のようなああいうコスチュームの場合と、はい、それからグレートムタの時と、ですから KG Muta has two different、he comes out as the Great Muta and he comes out as KG Muta。 ムトだって2つのイメージですけれども、この選手は結構その場その場で今日はどういう自分を表現するかっていうのをね、結構決め込んでるんじゃないかなと。だから多分このコスチュームを今日着てきたっていうのは理由あると思いますよ、山田選手。でもやっぱり当然前回の正月の対決とか、そうですね、The last time she wore this costume was January match, same matchup. Same matchup? Yeah, against Toyota. No winner, just time up draw. Think we'll see the same thing today? Time limit draw? I don't know. Because you want to have winners and losers. Well, you got to remember they're partners, they hold belts together, so they know each other's moves. 僕は基本的には足を出した方がいいと思ってるんですよね。蹴った方がいい。足を出したってなんていうかパンタロンとかそういうんじゃなくて。なるほど。なるほど。レスラーね、男も女もっていうか。そうですね。トヨタなんか見てると、もういかにもその足腰の素晴らしさっていうか、それをなんか見せつけるような感じじゃないですか。これやっぱ隠しちゃったら、ある程度女性的ですしね。これ隠しちゃったら全然なんか乗ったないっていうか、それは本人もやっぱ分かってて、そういうあれはしないと思うんですよね。山田なんかもすごくいい足してますから、隠すのもったないんじゃないかなって気がしてますけどね。5分経過。So if you cover up, you know, that the legs like Muta's costume, people hard to relate, you know, what they got, you know, like the muscles and the pain and you know, those pants are pretty hard to relate for fans, I guess. この野郎って声なんか誰かさんにそっくりじゃない？今の声。うわきついですよ、これ結構。これはすごい。やっぱり誰かさんそっくりじゃない？そうですね。She has one of the best snap suplexes I've ever seen. Yeah. Well, for a second, he and I thought we're watching Chigusa Nagayo's match. The late Crush Girls. Yamada works just like Chigusa. The voice is the same, hairstyle is the same, everything is the same. デビューの長与千草は知らないんじゃないですか？知らないんです。You don't know this person, huh? I've seen a couple of her matches. Tapes? Yeah. 噂ぐらいは知ってるって感じ。噂、そうですね。ビデオで見たことある程度ですね。リアルタイムで見てないですね。The real legend.
Yeah, I heard she was a legend over here. Yeah, like the biggest superstar ever. Yeah, I just regret I didn't get over here soon. So, これは締め技なのか落とし技なのかっていうのも一つあるんですね。あんもうこれ怖いんですよね、いつも。Scary looking, huh? Scary taking it too. 落とされるのも怖いって、見てるのも怖いけど。Is that a more in, those throwing, or it's like surf? キャッチした。あ、これ珍しいですね、トヨタとしては。珍しいね。こういう動きは。このトヨタとしても、you should do that that much.It was a surprise. Well, see, that's that again, you know, is where they were partners before. She expects the kick, she yeah. know, you know, she knows how to block it. Then, you know, that's thinking on her part. トヨタもよく考えてるって言ってますね。やっぱキックやってくる人だから、足殺さないとね。Yamada's last move, was that more on surfboard hold or dropping hold? More of a dropping hold. まだ離さないですね、ロープレーブなかなか。この辺りいかにも意地の張り合いが。意地ね、そんな感じがしますね。You seen like a Lex Luger do his rack and things like that? Yeah. How you know, it puts across the shoulders and it like stretches your abdominals and your thighs and your heart muscles. That does the same thing. Oh, they did the whole leg? Huh? The whole leg, you mean? No, oh, where the surf board. Okay. Ah, 場外のリング、カウンターとないから、あれですね、強引に上げないと。カウントアウトがないってことはでも外でやってていいってことじゃないですから、なるべくね、なるべくならリングの上でね、やっていただきたいと。レフェリーがいないと、あ、行かないと2人とも話さないですからね、もう意地になっちゃって。そうですね。I don't think we'll see a lot of outside work by these two. I think they'll keep it inside the ring mostly. Right. この2人はあんまりジョンがやんないでしょうと。2人はね、本当リング離れてると結構、まあ、同期だし当然仲がいいんですけど、もういわゆる練習でもこう直接ねこう絡み合うともう本当意地の張り合いなかって、喧嘩なさとかもあるらしいんですね。あ、なるほど。そのくらい意識してるっていうか、こう相手にだけは負けたくないっていう、すごいんですよね。うわすごい、素晴らしかった。今のまた鮮やかでしたね。そうです。She's at her most dangerous. Whoa! Her drop is devastating, huh? Very devastating. When they hit you, you know it. Those are super hard drop kicks. 当たりがすごくきついんだそうです。この人のスープレックスは、ドロップキックは。足が伸びてきますもんね。そう、空中でね。And a lot of creative suplexes too. 今のも新しかったんじゃないですか、腕交差させるスープレックスものは。そうですね。やっぱりね、山田選手はトヨタ選手ほど華麗な動きってできないですから、もう殴る蹴りでいいですよね。そうですね、ゴツゴツした感じですね。あ、エンジン。山田 doesn't have as many fancy maneuver like Toyota's got.No, they're not fancy, but they're good and they're strong. She hardly ever misses with anything she does. Yamada? Yeah, Yamada. まあ、山田選手はトヨタ選手ほど華麗な技の、ね、量が、ね、ない分、やっぱり一個一個の技、破壊力のあるものを使いますよね。まあ、華麗じゃないって言ったら本人は怒るかもしれないけれど、技の数はね、やっぱりトヨタ選手ですね。その辺は好対照ですね。
た取れ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 た。しかし今までとにかく30分で決着つかなくて、そうですね、40分ですか、でもあの延長してつかなかったことがあるんで、もうあまりにも長期戦だったんで、コミッショナーが止めたってもうダメだったんですって、やっぱりそれ以上になるということなんでしょうかね。でももうちょっとなんて言うんでしょうね、勝負、要するにお互いが勝ち負けつけたいんですから、今までのような正直な攻めじゃなくて、かなりもっと込み入ったもので勝負してくると思いますね、両方とも。そう、まあ、多少は違うかもしれないですね、最初から時間無制限1本というんで、そうですね、やっぱり意識が違うでしょうし、そう、時間切れないですから、無制限ですから、今までと違う、あれ意識はあるでしょうね。 See, last time these two met 30 minutes draw and 10 minutes extension 10 minutes extension just all time expired, so they had to go. This time, no time limit, soThere's gonna be a winner and loser. そう、時間無制限ですからね。多少やっぱり変わってくると思うんですよね、その辺が。でもこれファンの方は皆さん知ってると思うんですけど、この二人、いわゆる目立ったところでは3つ引き分けてるんですね。3つ、はい、はい、1月4日忘れもしない今年の正月の、はい、30分プラス5分プラス5分という40分時間切れ、ありましたありました、はい、で去年9月に大宮で30分時間切れ、なるほど、でそれからちょっとずっと前なんですけど、暮れにありましたね、はい、89年でしたかね、暮れにやって、まだトヨタ選手がピンク色、はい、山田選手が怪我する前ですね、首を痛める前の、そうでした、はい、本当にこう乗りに乗ってたという、はい、でその時の試合がその年のベストバウトを選ばれましたね、まあ、この3つがあるんですけど、それ以外にも本人たちの話では数回、まあ、地方というか当たったことがあると、うん、博多スターレンでやったっていうのは覚えてるんですよね、その時もちろん引き分けでした、あ、博多スターレンの時は山田選手は負けてるんです、How about that? Unlike Toyota, but 今のトヨタらしくないですけどね、あ、すごい執念ですね、ちょっと今のは自爆したトヨタよりもちょっと受け止めたセコンドが心配というか、大丈夫ですかね、そうですね、ちょっとかわいそうでしたね、その後のスピンキック場外ね、はい、山田あれは当たりは浅かったですね、じゃあやらせないね、あ、うわすごい、あれは新しかったですね、いろんな切り返しがやっぱりあるんですね、そうですね、腕引っ張って転がしてって良かったですね、これは何でしょう、バックドロップですか、なだらしきかな、あ、さらに、あっと勝ちましたね、トヨタが、素晴らしい、あ、今の技は例のアジアを脳天から落としたあの技ですね、ああそうですね、あの時はダブルでしたけど、あれを一人でやったというかですね、これは良かったですよ、山田選手、これ、山田選手のチャンスじゃないかな、ひょっとしたら円錐狙いでしょう、満を持してだとね、はい、でもまだトヨタ選手大丈夫なような気がしますね、これは珍しいですよ、意外と、バランスが素晴らしいですよね、ムーンサルトはいつもやりますけど、yeah, great balance.
そう、今のは素晴らしかった。そう、ムーンソやっぱり手数っていうか、あの華麗な大技ではトヨタの方がちょっと2枚ぐらい上かなって気がしますね。そういうことですね。あの山田選手の場合は意地っ張りのレスリングでね、トヨタ選手は涼しいね、やっぱり。Yamada's move has more personality though. Like, not as fancy, but like it hurts, you know?やっぱりかっこ悪くてもこういう技の方がなんか最後は決着つくんじゃないかって気がしますね。まだこれも山田らしいですね。そう、山田らしいですね。足、これは集中的にいってますね。What is this? ちょっと違う入り方ですね。ちょっと違う。ちょっと違う気がします。Okay. To really get a full strength on an Achilles, you gotta have both your legs wrapped around one leg. You gotta like cinch in with the knees, put the pressure on the knee. あの足が入ってる足が1本だったら、膝にもプレッシャーをかけられるんだそうです。今両方ね、トヨタのがブロックしてるのか、両方足が入ってますよね。そうですね。これ片足の方があの足1本いけちゃうんだそうですね。The move she has on here, where she's twisting the ankle, that puts a lot of pressure on the knee. It twists it out of place. Or...She didn't have it cinched in right, but you know, it still has a, an effect on it. Ooh, that one was strong. Ooh. 今なんか力込めてから蹴ったって感じね。しかし疲れを知らないですね。本当に疲れを知らないですね。この3人は連戦の疲れ関係ないんですね。試合時間20分経過。これこれスロイル、シュロイル、シュロイル、スロイダーじゃなくてね、シュロイダーなんだって。あれ、あ、そうなんですか。あ、今がで20分ですか。そうですね。20 minutes fast. It's a long match. スタミナありますね、さすがにね。30分ぐらい軽いでしょうね。この2人のすごいところは、あの疲れてるように見えて、そこからまたどんどん来るんですよね。すぐあの回復してくるっていうか、すぐに回復するんですよね。あれは見えちゃったですね。あ、なんでしょうこれ。あ、サイドバスター。The more times you go to the top, the more chances you take on the people moving like that, and you hurt yourself. あんまりトップロープにね、行くの時間かけすぎるとああやって外されると。セイズもう一丁。One more time.
See, Toyota does her, you know, like a fancy maneuver so easily. They mm-hmm. make it look so easy almost. Well, for her it is easy. Yeah, I'm yeah, sure. So, then people, needs people to like take time to register. ドラゴンの投げっぱなしですか、やっぱり多少ね、うん、ブリッジに自信がないっていうか危険だっていうかね、やっぱりドラゴン自体珍しいですね。そうですね、使うのが。 She might have had her if she bridged with it. Yeah. Could be very abnormal. Second one. Two in a row.あ、これはダルマ式？そうですね、クロスしてますね。あれ、安定感悪いですよね。そうですね。そうですね。あ、危ない。山田が踏ん張ったって感じですね。胴体で落ちましたね。もうちょっと危ないですね、今の仕方はね。あ、うわ、うわ、いつ見ても怖いですね、これは。いつ見ても怖い、本当に。手前に落ちちゃうんですよね、どうしても。そうですね、うん、よく読んでた。Yeah, I'm gonna read that move pretty well. Yeah. あ、read that one too. Really well. Oh, that was nice. Too close to the rope, so.If either one of these girls is going to get a pin, it's going to have to be in the center of the ring. Uh-huh. Or middle of nowhere. Come on. Wow, man. Going as long as they've gone with as many strong moves, you know, both of them are extremely tired. So far, 25 minutes. Yeah. One great move after another, but both. Wow. Wow, これは痛そう。Those great wrestlers, you can never use same maneuver twice, huh?連発狙ってるんですか？ That was a second somersault, so. Yeah. Moonsault, rather. Well, if you get caught with a move twice, it's your fault. Yeah, that's right. Still center of the ring, so I guess that the pinning maneuver has to like, come out of nowhere, you know? Like, Probably. Very surprise move or something. これはやっぱり決まりきった大技じゃなくて、どっかなんか、あ、これは怖い。一瞬の技で決まりそうですね。そういうことでしょうね。こうなると、何だったんですかね。あ、これ切り札ですよ。あ、返した。正直言うと、はい、トヨタ優勢だと思ってましたよね、これはすごいですよ。いや、今やっぱトヨタの切り札を封じたことで、チャンスが生まれましたね。バイクラッキン、トヨタです。ファイナルムーブ。
よ、この髪の毛。負けた方がバンドーズだぞ。My belt and my hair, she says. でもすごいいい試合だったですね。そうですね、内容的には文句のつけようがないです。もちろんフィニッシュも素晴らしかったし、勝者山田敏夫選手にインタビューします。どうぞ。お疲れ様でした。最後はジャパニーズオーシャンサイクロンを返してのカウント3来た瞬間どうでしたか。もう嬉しかったですね、やっぱ4度目の正直で、もうね、試合始まってからですね、最後まで全くいつも通りね、過去の3回と同じように休むことがない戦い、最後ネットにピリオドを打って、試合後山田からああいうアピールがありましたけども。そうですね、やっぱ向こうがそう言ってくるならこっちも逃げるわけいかないんで、受けてたぞと思いますけど、はいはい。まあ、トヨタ選手もですね、かなり悔しかったと思うんですけども、タイトルと髪の毛をかけてもう一度戦おうという、山田さんも全然この意見には。全然、今日はもう何もかかってなかったんで、今度はそういうのかけてまた勝ちます。なんかこの表情がすごくファンはね、一番嬉しいと思うんですけども、ファンに一言最後お願いします。もうトヨタと試合やって笑ったのって初めてですからね。もうこれからも頑張っていきたいと思います。今日お疲れ様でした。ありがとうございます。